皆さん1票って本当に大切なんです。去年行われた選挙のうち実は10票以内で決まった選挙が32あります。そして1票差で当落が決まった選挙が5つあってそしてなんと0票差で決まった選挙が2つあります0票差つまり全く同じ得票を得たこの2人どうやって決めたと思います実はくじ引きなんです くじ引きは公選法でも決められた正式な当落の決定の仕組みです。えゼロ票差で決まる、1票差で決まる、そんな選挙がたくさんあります。皆さんの1票は極めて重要です。